債権のある方々と直接その商談ができるので、まあ、打ち合わせのスピードも速いですし、やっぱりそのトップダウンで決まってくるので、今後の話の進み方っていうのもすごい期待できるかなと思います。病院の方に訪問させていただいて、現場ともディスカッションをさせていただくような機会もいただけるようになりましたので、非常にいい機会だったなというふうに思ってます。基本的には想定通りもしくは想定以上っていうような成果だったなっていうふうに感じてます。マカセバンスのスタッフさんたちが結構こう引き合わせるために結構気配りしながらこういろいろと見てらっしゃるんで、そこら辺でこうスムーズにいってるところもあるのかなと思います。本音のところを聞けるっていう、まあ、回かなとも思うので、そこは本当にすごい回だなと思いました、ね、病院様の抱えている課題であったりとか、そこに対して我々がこうどういうふうに享受できるかっていうところも一緒にこうお話もできたので、次会いたいねっていうふうに言ってもらえるところも多くてですね、すごく良かったなと感じてます。